予決部門の臨床研究について報告させていただきます。2020年から2022年の症例報告はご覧の通りです。こちらは横井先生が報告された症例報告です。即死の CTO に対してポットを用いて治療に成功した症例を報告いただきました。 こちらは鶴田先生が報告された症例報告です。八刺されによるアナフィラキシー後の心筋梗塞を2度経験された大変珍しい症例を報告いただきました。2020年から2022年の創設等はご覧の通りです。こちらは園田先生が報告されたレビューです。 ご専門であるアイバスガイド PCI についてご報告いただきました2020年2021年の主な原著論文はご覧のとおりですこちらは山本文先生が報告された原著論文です ACS 後にステント血栓症を生じた患者と CCS 後に血栓症を生じた患者の 予後を比較した論文です ACSCCS いずれの患者でも予後は非常に悪く両軍に差がないことを報告されました2022年の主な現著論文はご覧のとおりです宮崎市軍歯科病院佐賀大学附属病院 嬉野医療センターの3施設で行った ACS レジストリーからの現著論文を2つご紹介させていただきます本試験では宮崎市軍医師会病院柴田先生をはじめ多くの先生方にご協力をいただきましたこの場をお借りしまして心より感謝申し上げたいと存じます 化学例 ACS レジストリーには、2014年から2018年に ACS を発症された2156症例が登録されました。こちらは吉岡先生が報告された原著論文です。A マイ患者において低アルブミン血症が出血リスクを増加させることを報告いただきました。 こちらは郷力先生が報告された原著論文です AMI 患者における院内出血合併症のリスクスコアを作成されました左側の採血データのみを用いた簡便なリスクスコアが既存のモデルと同等の出血リスク予測能を有することを報告いただきました 最後に現在進行中の臨床研究についてご紹介させていただきます佐賀県内の ACS 患者のレジストリー研究佐賀 ACS レジストリーも現在データ収集を行っているところです佐賀 ACS レジストリーは佐賀大学附属病院厚生館、嬉野医療センターの 三施設における ACS レジストリー研究です。佐賀県の ACS 患者さんの現状把握、そして予後改善へ向けて研究を進めております。以上です。ご清聴ありがとうございました。